大きなローラーと網で巻き上げられるホッケやタラ。お目当ての魚が次々と船に上げられる一方、漁師が網を切って外す魚が。網に絡まるんですか？そうですね、わかる？角の先に、まあ、かなりノコギリみたいな。これが絡まって外れない。網に絡まっていた魚はカジカの一種で、鋭く長い棘がオイランが刺しているかんざしに似ていることから、漁師からはオイランカジカと呼ばれています。羅臼の刺し網漁師野啓太さんも網から外す作業に一苦労です。これが未利用魚で出してるオニカジカ、まあ、うちらはオイランカジカと呼んでんだけど、角があるから厄介者で漁師の嫌われ者ですね。漁の中で上がってくる一般にあまり知られていない魚や、小さすぎて規格外のサイズの魚など商品にならない魚、未利用魚や低利用魚と呼ばれています。この日、野さんの船で取った魚のうち30キロは未利用魚でした。羅臼漁港の市場を覗いてみると、市場向けの魚の横に大きなタンクが。これは俗に言う市場に出ない未利用の魚とか規格外、あとはちょっと傷んでて出せようがないっていう魚が結構入ってます。売っても箱代にすらならないと仕分けられる魚。国連食糧農業機関は、世界で取られている魚のうち3割ほどの魚が廃棄されたり無駄になっているという報告書を出しています。この日、市場ではおよそ2トンの未利用魚が飼料用として取引されましたが、だいたいこれキロだとどれぐらいで取引するんだ？ラムは10円です。10円か、はい、10円らしいです、1キロ10円。1キロ10円。未利用魚をどうにか活用できないかと考え、野さんが先月から新たに始めたのは、その名も未利用魚ボックスの販売です。油角ザメ。サイズが小さかったり、羅臼では取引されない魚を3キロ詰め合わせてインターネットで売ったところ、思わぬ反響があったといいます。1日目でいきなり3、4件入りましたね。で、多い時で1日10件からそのぐらい来て、見たことない魚がいっぱいあるって言って。この未利用魚、本当に利用の価値があるのでしょうか？釧路市内の和食店を訪ねてみました。今回調理してもらったのは、東京の有名店で修行し、釧路で和食店を8年営む和食のプロ、吉澤直俊シェフ。吉澤シェフがまず取り掛かったのはエゾメバル。ガヤとも呼ばれ、羅臼では市場に出ない魚です。エゾメバルってあんまり調理しないんですね。あんまりしないですね。本当に鮮度はいいですね、やっぱり。丁寧に鱗を取った後は串を刺して炙っていきます。炙ったエゾメバルは昆布などで取った出汁が入った土鍋の中に10分ほど炊き込むと、初めてやったんですけど、魚の感じ出てるんで、これだったらお客さんにも出せますよね。ほぐした身と刻んだ三つ葉を混ぜれば完成。エゾメバルの土鍋ご飯です。記者が食べてみると、身もしっかりしてるんですが、少しこうタイに似たような、そんな食感ですね。出汁もすごく出てて美味しいです。そしてあの漁師の厄介者、オイランカジカ。唐揚げとかフライとかだったら普通に家庭でもできます。で、捌くの初めてですか？そうですね、この魚は初めてですね。皮の部分がちょっとトゲみたいなのが多いんで、
これを引いてあげれば問題なくいけますね。おろした身を醤油で下味をつけ片栗粉をまぶします。で片栗粉をまぶしてあげて170度の油で揚げること2分。あ、いい感じだ。すぐの唐揚げで完成したのはオイランカジカの唐揚げ。塩をつけて食べるのがおすすめとのこと。吉澤シェフにも食べてもらうと、結構メスはしっかりしてる感じで、変な臭み特に感じないですね。淡白なんで美味しいと思います。これまで一般に流通してこなかった未利用魚もプロの手にかかれば、お椀やお造り、ご飯物や揚げ物と豪華な4品のコース料理に。ご家庭とかでお使いいただく分には問題なく使えると思いますので、今世の中全体が食料不足の危機だとか、そういうものに付き合っている中で、やっぱりこういうお魚をどんどん食卓で召し上がっていただく機会っていうのは少しでも増えればいいかなとは思っています。魚が安定して取れない、サンマなど食卓で定番の魚が不漁の中、これまで食べられてこなかった未利用魚が食卓を彩る時が来るかもしれません。価値を生み出せなかった魚が食べてもらったら実は美味しかったってみんなこう言って言ってくれると、あ、何でも食べてもらうべきなのかなっていうふうに思いましたね。今の野さんの話を聞きますと、未利用魚から未来の高級魚が生まれるかもしれないって思うと宝の山かなっていう感じはしますけれどもね。土屋さんどう見ましたか？いや、まず未利用魚があれだけのボックスにたまるんだなっていうのも驚きでしたし、まあ、今見ていて、その例えばまあブリが買ったらそのレシピとか調べたらいっぱい出てくるじゃないですか、こういうお魚でもそういうレシピが出たら家庭でもこう料理するかもしれないですし、だからああいったシェフの方にね研究していただくのとってもありがたいですし、本当に取れる魚もだんだん変わってきてますから、そうやっていろんなものにこうチャレンジしてまた定着させていくっていうのも本当大事だなって、先ほど野さんもね、いちいちこうわやだってならないような、そんな量になったらいいなって思いますよね。そうですね。森さんはどう見ましたか？ね、やっぱり家庭で調理することを考えながら VTR 拝見してたんですけど、はい、やっぱり作り慣れてないお魚なので、どう作るのかというのをもうちょっとこう発信してもらう場面が増えてくると、実際にやっぱり買ってみようと、手に取ってみようという気になってきますよね。そうですね。未利用魚ボックス、先月だけで100ケースも売れたということです。全国各地から北海道の未利用魚に注目が集まっています。中に何が入るかはその日の漁次第、まさに宝箱でもありびっくり箱でもあるのかなと感じますね。